結局子供に合わせて一緒に寝るのが一番楽かな。まあ一回寝て起きて自分の時間をどこで作るかみたいなのをやってた時期もあったんですけど、やっぱ一緒に寝ちゃって早く起きてで自分の時間を作る方がまあ楽だったというか、でだんだん朝方にシフトしていって、年齢とともに、まあ、子供の成長とともに、まあ、自分の時間軸を少しずつずらしてる感じですかね。テーブルの上を、まあ、一旦片付けるついでに、なんだろう、気持ちもリフレッシュするので、まあ、毎日そこは気持ちよく過ごすためのポイントとしてテーブルクロスは変えています。ある時朝のクロスを引いたら、娘がなんかすごい気持ちがいいねって言ってくれた一言で、あ、そっか、確かに気持ちいいな、普段と違って、まあ、白いテーブルクロスを引いて、特別な時だけじゃなくて、まあ、毎日弾くっていうことで、あの気持ちがねリフレッシュするっていいなと思って、まあ、それで普段使いしようと思って。極力朝手をかけずにというか、もう火を使うことなく終わらせられるお弁当なので、まあ、もう本当に5分ぐらいで終わっちゃうんですけど、だから続けられるっていうのもあるかもですね。分量ですよ。多少入れておきます。なんかドライトマトとかでもいいんですけど、結構オニオンぐらいはいい仕事をしてくれました。切り目を入れて。
ずっとこう自分の中でブームがあって、まあ、バナナブレッドだったりお豆腐のマフィンだったり、あ、キャロットケーキっていう時もあって、で今はその友達に教えてもらったシナモンケーキがすごい簡単で美味しいし、娘もすごい好きなので、焼き上げた日とかは娘もそれを朝食にしたりとか。だよ。